3歳でもそうですけどね、あの本当に誰もいないところでも、俺の弟の英語の弟の英語の娘のキアランでもすごいですもんね。母親と弟がいない、あとまあその弟の女房の和代がいない時なんかもうすごいっすよ。もうまあ裸で、もう今は中学1年生なのかな、もう3歳の時ともお風呂母親が入れて、うちのね母親が入れて出るじゃん、出してきて敬語拭いてみたいな、そしたらもう風呂からもう思いっきりダッシュで真っ裸でもう思いっきり嬉しそうに抱きついてきますもんね。でそのままもう倒してさ、首に掴まれるとあーみたいな感じでちょっと倒しちゃうじゃないですかね、こうやって持ち上げてこう、おー来たかみたいな感じで、もう抱いてみたいなさね、セックスしてみたいなさ感じで、もうすごいさ、お前濡れてるよみたいなさね。でちょっともうだってお前ちょっとまだお前ここお前びちょびちょじゃないかよみたいな感じで拭いたりとかしてさね、ねもうもう一回だけど、もう抱いて抱いてみたいなさね、真っ裸でさね、もうマンコ見してきちゃってさ、もうこんなもうあーみたいなさすごいすごいっすもん女の子は。でちょっと母親が出てくるじゃないですか、拭いてあげてさ、まだわーみたいなさ、でこう洋服とか着させてるみたいな。でももう母親が出てきたらもう俺と仲良くしてんのを見せたくないんですよね、もう3歳のさガキなのにさね。でもすぐもうそれで母親の時バババババって走っててさね、もうなんかもう母親に全部その後まだ片方しか靴下履いてないのにみたいな、それぐらいのもう走ってさ行って、もう俺と仲良くしてんのは見せないみたいなさ、もう秘密のなんか秘め事みたいにしちゃうんですよね、秘密事にしちゃうんですよね、あのこの二人の空間みたいなさ、なんかそういうなんかセックスするっていうのこととか二人だけの秘密みたいな、そういうのをやっぱちっちゃいながらにして悟ってるんでしょうね、あのでそういう感じにするんですね。もうまあのババが出てきたからみたいな、もうあの好きなニーニーとはの時間はこれで終わりみたいな、なんかさそういうなんか女ってそういう時間みたいなさでその場面でさなんか区切ってくるじゃないですか、 すごいねこの変わりようみたいなさ、まあ何回か話したこと